発ですね、日本でいうと、ネパール歴の10月ですけど、日本でいうと1月、まあ、冬ですね、寒い季節なんですけど、その1月の15日にネパールでは黒砂糖とバターを食べる。これマゲサングランティという、まあ、儀式なんですけど、その時には牛作って言って、バターも黒砂糖もどっちもカロリーが高いので、これから先冬を迎える中で、まあ、体作りということなんですね。めっちゃ寒いですからね。そうですよね、ネパール。どういう風にして食べるんですか？そのまんま普通に。そう、黒砂糖と、はい、バターをつけてそのまま食べるんですけど、その日用に他にもいろんなものがあるんですよ。だから本当にもう冬の太りそう、冬を迎えるもの。太りそう。ちょっと食べてみたいですね。赤座いかがでしょう？